大きな裏切り、配信党としてこの今井るる氏にその将来に期待をして50万円を毎月毎月送り続けていたわけです衆院選後、立憲民主党が今井氏側に支給してきた活動費は650万円に上りますしかし今井氏は実際に政策を実現実行していくには 自民党の皆さんのお力、そしてお知恵を借りる必要があると、地域の皆様のために何ができるのか、今できることは何なのか、これまで聞いてきた声を消してしまわないために、私は仕事がしたいと思うようになりました。自民党の野田聖子議員らと話し合う中で、子どもや女性のための政策の実現のため、自民党からの推薦を受ける決断をしたといいます。